明日、道内の電力が逼迫する恐れがあるとして、需給逼迫準備情報が発表されています。関東地方で高まる電力需要に道内から電力を融通する影響で、電力供給の余力を示す。予備率が明日午後6時半から午後7時にかけて4.9%になると予想されています。そのため、北海道電力ネットワークは明日に向けて。 需給逼迫準備情報を出し、節電の準備をするよう呼びかけています道内での準備情報の発表は2日連続です